今日の沢さんの気分はこういうふうな気分なんですね。この曲のような形で。本当ですか。あの今日の気分がこういうふうな感じで。こういうふうな気分ですね。はい、今日こういうふうな感じで。でも沢さんにしてみれば本当にアップテンポの曲ですもんね。あ、そうかもしれないですね。このまではね、こういうふうなアップテンポの曲ってあんまり来た時にかかってなかったように思いますけど、なんとなくね、はい、夏が近いですからね。ああ、そうです。でも本当に昨日、一昨日ですか、すごかったですね。ダメでしたね、はい、でもね、浦和は全然降らなかったんですよ。あ、そうなんですか、うん、あ、そうなんですか。うちの浦和のあの佐藤先生なんか、それこそニュースで来た三鷹なんですよね。三鷹に帰ってことになってましたよね。それで彼のところはあれだったんですけど、近くであのニュースの通りショベルカーの分あの氷がね積もっちゃって、すごい局地的だったんですか、ね、すごいなんか狭い地域だったみたいですね。私が浦和にいた時はもう傘もいらない感じで、はい、ポツポツと降ったかなぐらいだったんですけど。ああ、そうですか、うん、はいはい、びっくりですね。でも本当ね、なんかこの時期にショベルカーで、まあ、雪ではないですけど、信じられない景色でしたよね。うん、それであのね、文豪店のあの映像でなんか窓ガラスが割れたりなんかする映像もね、ニュースで映ってましたけど。びっくりですよ。うん。でも本当になんか最近気象的にこう異常ですよね。本当本当。うん。